ラッキー、いってらっしゃい。物もらい、物もらいだ、物もらいになったことない。物もらいではないとは思うけど、でもそんな感じなんじゃないですか。まあでも、でもたまにあるじゃん、そういうこと。コンタクト今入れてないよ。コンタクトはね、外に出る気しかしないんだよね。前髪めっちゃ上がってるんですけど、今日なんで？うん。リボン振り起こさないとね、さ。あと5日じゃんね、言うて。バトフェスのイベントだって、雑誌のやつですか。あれさ、私はギリギリ、ですか。私はギリギリってことですか。早生まれは上に入るよとかじゃなくて、もう普通に早生まれ関係なし、二十歳の代だけど下の年代に入るんですか、私って。それすごく気になるんですけれども、さすがに。公園でさっきがセナタの話をしてたね。何の話だい。何の話だい。あ、セナタやっぱり若い方に入るんですね。あ、2002年からって書いてありましたもんね。あ、うん、ちょっと、なんでだろう。早生まれだけど、じゃ、すごいね。じゃあ2001年12月生まれの人とさ、2002年1月生まれでさ、1ヶ月も差はないのにさ、変わるんだね。間違えた。それはそうか、普通だった。普通の話してるわ。普通の話してた。待って、何話してた。違うよ、同じ学年なのにっていう話ね。そうそう、あれ、それ、そうなんだ。衣装の話。あら、そっかそっか。さっきさん本当にセナタのことが好きみたいで困ってしまいました。はい、困りましたね。困りましたよ、本当に。今日は長袖、そう、長袖です。みんなセナタのこと好き？髪重めだって。なんか今日ね、今日重く見えるよね。てか顔がそもそも多分ね、寝すぎて顔がむくんでんのよ。昨日もだけど。なんかね、前髪重く見えるよね。前髪が重いのかな。そう、なんかそうなのよ、峰岸さんがね。そう、あれだよ、メールに送ったでしょ、アイさんの写真。あ、送ってない？もしかして。送ったつもりでいたんだけど。送ったよね、絶対。送ってないっけ。そう、峰岸さんが伝説の魚メンバーに、そのちょっと難しい、大変だからって言ってアイスを差し入れしてくださって食べたんですよ。ハーゲンダッツ、そう、ハーゲンダッツ、なんかいろんなのあったけど、そう、ハーゲンダッツ。
全然後の方にいただいたんですけど、全然余っててハーゲンダッツ6月1日って言ってな、それな、今さっき見たよ。いやさすがに2回連続はちょっと出れなさそうだよね。出たいけど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 、出させてくれるかしら。そう、アイス伝説の魚の時でした。そう、なんか千手観音やるって知る前にアイスをね、レッスンの前にくださって、え、そんな難しいことやるんだってすごいね緊張してました。レッスン着は長袖のが好きです。でも夏になるとやっぱり長袖だと暑いから半袖になるけど、でもちょっとちょっと暑いほどじゃないなってなったらもうすぐ長袖着ちゃう。長袖大好きマンです、私。本当に長袖大好き。半袖もなんかすごい半袖じゃなくて、この肘の肘ぐらいまでのあるもうダボっとした半袖が好きで、でかいやつ。そうだからね、私1個2個ぐらい持ってて、そのね、その2つばっかり着てる気がする、その長袖は。その卒業生の方と写真撮った時もその長袖のレッスン着着てたんだけど、長袖の半袖の長めの半袖のダボダボの T シャツ着てたんだけど。うん、よく食べるもの特にないな。配信見てすごすぎて踊れた。え、先日まだ見てない、待って、卒コンまだ見てなかったよ。今日単独のあれは見ました。あのチームとカテゴリーとドラさんのやつ。あ、裏話あるよ。いきなりニヤニヤし始めた。裏話というか、あれまだ言ってないかな、言ったっけ。はや見て、見たい見たい見たい。確かに千手観音は配信で見てなんぼって感じ。上手とか下手の横から見たらさ、なんかみんなが手出してこうやってやってるだけってなっちゃうもんね。2番目だからしっかり手が、あ、なるほどね。そう、嬉しかったな。でもさ、すっごいね、ぎゅうぎゅうなのよ、あの一列。ぎゅうぎゅうなのよ。でやっぱり衣装の幅とかもあるから、そう、思ったより本番は結構ぎゅうぎゅうでびっくりしちゃった。でも本当に、いや本当に私は峯岸さんの真後ろで千手観音できたからマジで嬉しくて、いや身長小さくてよかったと思ったもん。そう、背中順で並んだので、あれ身長小さくてよかったって思いましたね、あれは。そうなのよ。
キョンの前、あ、違うよ、キョンの前じゃない、私、私、ハルピョンさん、キョンだよ、確か確か。でも私の後ろはキョンがどこにいたかちょっとあんま覚えてないけど、私の後ろはハルピョンさんだった。だいたいみんな150超えてるよ。140代の人ってさ、何人いるんだろう AKB にって感じ。なんかみんなあれどっちの方が大きいんだろうみたいな、ちょっと背比べしてみたりとかしてたけど、私はもう一人ですって、あ、なんて言った、私はもう一番小さいですって思って誰とも背比べせずに一人で前でしたね、はい、覚えてないとか言わないで、だって覚えてなくない、誰の位置も覚えてないもん。前後ろは覚えてるけど、違う、前に峯岸さん、後ろにハルピョンさんっていうのを覚えるけど、その後ろはさ、だって一列なんて覚えてらんないよ、誰とか誰の前とか。自ら一番前、いやだって私よりちっちゃい人いないでしょって思ってそう、メンバーは見て思った、あれどっちの方が小さいんだろうってなる人はいないなと思って疑問、疑問に思う人いなかった。踊ってる時結構背高く見えた、超嬉しいんだけどそれ嬉しい。ベイビースクラブアンビルドな、マチュリンさん、セータン、セナタン可愛いでいいのだって、どういうこと、声出しちゃダメだよ声出しちゃダメだよ。マジか、うわ、マジか、待って、どうしよう、あー、そうかそうか、そういうことね、はいはい、わかりましたよ独り言、待って、ねえ、みんな、明日私朝早かった朝早かった、やばい、練習しなきゃ、ちょっと待って待って待って、朝早かった、あ、ポジションの話、そうそう、それでいいんだよ、だってそこしかなくない、メンバー的に。シンポジは、シンポジわざわざスライドのスライドでシンポジはしないか、明日朝早いよ、私朝早くてすぐ帰る、すぐ気づいた、嬉しい、266日ありがとう。明日はもうあれです、オーディション、オーディション、マジで慣れない、言い慣れない、あのあれですよ、あるじゃん TDC レッスンがスタートいたします、でございますって感じなので、朝が早かったです、ゆっくりちょっと
って油断してた。昼ぐらいかなってちょっと油断してたよね。早かった。昨日の配信だって。何昨日の配信って。ゆきりんさんの配信は見てたよ。解説は全部見たけど、最後まではちゃんともうしっかりあの配信切れるまでは見れてないけど、あのちゃんと解説が終わるところまでは見ました。オーディションオーディションは見てないです見てない、それは見てないわ。なんか聞きたいことないですか？コンサートに関してとか。なかったら終わります。待って、まあ、とりあえず私は何をしたらいいんだ。とりあえず私は明日の練習をしたらいいのか。でもリボンも起こさないといけないのか。そして3月17日ぶりのポジションなので2ヶ月ぶりということで、それもやらなきゃいけない。てか2ヶ月も2ヶ月だってすごくない？びっくりした。ゆうりさんからの嬉しい言葉について、それは言わないって言っていいじゃんチーム4の楽曲はどうやって決めたのだって。何の楽曲？私はでもそういうのに携わってない、もちろんだけど携わってないからさ、それは私はあんまり分からないと。引っかからなかった。うん。言わないよ。言わないんだ、それは。それは言わないよ。あ、裏話、そう忘れてた。裏話とか言っときながらさ、あれだね。あ。単独コンサートのね、あれは多分あれじゃない、あのゆりさんとななさんが決めたんじゃないですか、チーム4は。でもあれですよね、あの単独コンサート埼玉スーパーアリーナの時と一緒でしたよね確か。ドラさんの曲はあの加入期別の楽曲はそのゆきりんさんが決めてくださったり、その期ごとにお任せだったりだったんですけど、私たちドラさんはゆきりんさんが決めてくださりました。嬉しかった。なんか決めてくださるのって嬉しいよね。ねえ、白い衣装めっちゃあれ好きでした。めぐみんがめっちゃあのリハの時も
本番の時、本番もの前もあのねずっとね本当にセナタン似合うこの衣装ってめっちゃ言ってくれて嬉しかった。せやねん。目を開けたままのファーストキスのセナタン良かった。嬉しい。もうあれ本当に苦戦して、まあもうあれ本番の前までにはそう、まあ自分なりにはね練習はしてたんだけど、本番できたかなって思ってたんですけど、よかったそうやって言ってもらえて。奈々さんとのハートがキュンすぎた。そう、奈々さんがねレッスンの時にハート作ってくれて、で流れで毎回ハートしてました。ずっと言えなかったけど、そうでもビーチサンダルはこの単独コンサートのセットリストが来て初めて聞きました。それまで奈々さんとの距離の縮まり方がすごい。だって、あ、私そんな縮まりました？裏話っち裏ごめんだ、ごめんね、裏話言ってて、あの単独コンサートのあの最後の曲真夏のサウンズグッド、真夏のサウンズグッドの時にどこだったっけな、あのえ、これなんていうの、大サビ、大サビっていうの、つぶやきながら次のステップに進んで、恋のカリキュラムから踊り始めたんですけど、それまでちょっと内側を向いてね止まってたんですよ。私はね、私っていうかまあ外周の人たちみんな内側向いて止まってて、でまあ私1回だったんですよ。もうなんか単独のもうアンコールだけ1回で、そう嬉しかったんだけどね、1回で、もう1回目の3列目だったんだけど1回でで一番内側にいたんですよ。一番内側の1回の3列目の一番内側にいて、で内側向いて止まってたんですよ。で普通にまあ地面見てたんですよ最初。そうで何を思ったのか分からないけど、チラッて選抜の方見たらユージさんと目が合ったのよっていう話っていう裏話っていう話そうそうなのよ。単独コンサート行った時前から4列目だったからセナタンめっちゃ見れた。ありがとう。うんそう、びっくりしちゃって、私も普通に真夏のサウンズグッって出てる時にずっともう内側めて止まってたから、レッスンの時もずっとやってたし、リハの時とかもやってたけど、本番でなぜか何を思ったのかチラッて見たら目があってってびっくりしたっていう話そんなことあるって思って、全然ゆうりさんがそこにいるのも知らなかったし、そう、そこにいてこっち側を向いて止まってるってのも知らなかったしっていう話でした。じゃんじゃんはい。そう、知らなかった。私って大体あの目が合いそうなところって言ったね、公演の時とかは探す人なんですけど、そうでももうさ外周と選抜が迷惑なんじゃないだろうと思ってたからさびっくりした
い、終わりです。私の話は私の話は終わりです。僕夏のペンライトの振り付け一人でやってたってペンライトの振り付けなんかね簡単ですよね。くねくねできなかった。練習してもしてもできなかった。苦戦してた。ずっと、いや本当にそれ思った。私もみんなさ衣装着て可愛い写真さ、みんなさコンサートの写真あげてるのに、ザッキーさんだけ血まみれの写真上がってきて、うわーと思ってびっくりしたよね本当にそれは思った。私も見に行きたかった。マジで本当に見に行きたかった。一回行けそうな時があって、そう行かなかったの超後悔してたいや本当にそれは思った。あの真夏のサウンズグッドのさ終わり最後にさてあちゃんってあるんですけど、あそこもみんないい顔してたっていう駅員さん言ってたんですけど、本当にそうだなと思って。アナレ見たかったね。ラストフロントでバキバキだった。バキバキじゃないよ。バキバキに踊れたらかっこいいだろうけど、男性たくさんだなって思ってた、さっき見てて公演とねやっぱりコンサートも全然違う。なんかコンサートはなんかすごいやっぱり大きいだけあって、どれだけ自分がやってもなんか途中でスンって消えちゃいそうな気がして大将ありがとう。こちらこそありがとうございます。初見もコンサートの中でやってみたかった曲だって。最強ツインテール、最強ツインテール、最強ツインテール、最強ツインテールは本当にね、もうだって私研究生の頃もずっと永遠にツインテールしてたんですよ。だからさやりたかったずっとまあサイドポニーしたんですけどサイドポニーしたんだけどできて嬉しかったですかっこよくて100回、すごい嬉しい、そう言ってもらえてごめんね、心臓に悪いって言われた、ごめんね、大きい声出して。飛び跳ね方がすごいだって私。そう嬉しい嬉しいな。なんかもうそのまあなんでやりたかったかっていうと、まあでもさっきも言ったけど研究生の頃ずっとツインテールしてたから、なんで私最強ツインテール今できてないんだろうってずっと思ってて、研究生の時に私ずっとツインテールしてんのにって思ってて、そうっていう話でした。特に その理由しかなかったですね。あねえ真帆とゆずかが何人ツインテールしてるかかけてたって知ってる。なんかねそうなんかでもねセナとクララが一緒にいて、でゆず真帆に会ってうわーって言われた真帆どっちだっけ、真帆に言われたんだか確か
わーって言われた。ツインテールしてないじゃんって。私クラリネット吹けます。楽器はコンサートで参加したい楽曲はないんだって。難しい。どういうことだろう。あ、でも私はそのカテゴリーブロックあったじゃないですか。そのあったじゃないですか。私はアイドルの方に出させていただいたんですけど、でもなんかいつかまたああいうのがあった時に歌に出れるようになりたいなってすごい思いました。なんかそのリハーサルとかその見ててすごいなんか楽しそうだなって思って私そう思った自分に逆に驚いた。今までなんかそう今までね歌もダンスも苦手でてんてんてんって人だったからそう思った自分にも驚いたんですけど、でもそう歌楽しそうだなって思った。ピアノも習ってました。私でもピアノはね習ってたけどゆるゆる習ってたのでほぼもう弾けません。そうだからなんか私なんかこのその見てて思ったのが広い会場で歌えこなんていうの歌えたらすごいね気持ちいいんだろうなって思いながら見てましたね。だから私もねちょっと歌頑張っていつかまたそういう時があったら歌に選ばれるようになりたいなって思いました。まあ確かに今回歌パートだったら1曲しか出れなかった。それはそう、ドラさんすぐだったからね。絶対音感あるってすごい二人から、え大丈夫なんで、すごい同じコメント二人から来た。ない絶対音感はねないですね。多分ある程度全く分からないわけじゃないけどないけど、でも音程は割と自信ある。あの歌は上手くはないけど音程には自信がある。わかる？そういうのカラオケの機械って音程あんまりずれないんですよ。でも歌は上手くないので音程が合ってるだけでっていう話よね。そうだから私はカラオケの機会にはすごいいい評価をいただくんですけど音程が合ってるからそう。でも歌はなんて抑揚とか多分あれなのかな、歌い方とかそういう感じで聞こえてる分には歌は下手だなって感じ感じる人です。私だからなんかどちらかというとカラオケ採点なんて聞いてる分には分からないじゃないですか。だからもう歌い方とかでうまく聞こえる人の方がいいわけであって、私もなんか上手い歌い方できたらなってすごい思いますそう、私吹奏楽部でした。中学3年間と高校の1年ぐらいかな。駅部入るまでですね。駅部のオーディションの前までかな、分かんない、うん、そう、わかるでしょ、みんな。そうなんだよね。カラオケの点数が高いからって、上手いわけじゃないんだよね。感情がそれで、
だってカラオケの機械って感情とか機械だからさ、感情とかわかんないでしょ多分。音程が合ってればいいんだもん、カラオケの機械も。だから私は普通に音程が合ってるからっていうあれで、まあ音程も合ってて歌い方も上手でっていう人はまあ一番いいんだろうけど。楽器はクラリネットです。私絶対にカラオケはもうなんか楽しむとかじゃなくて自分が歌いたいもの歌っちゃうから。何なんか落とした私。そうだからおばあちゃんとよく行きます。吹奏楽部って楽器買うの、必ず楽器買わなきゃいけないってわけじゃなかったです、私の学校は。でも私は買いました、買ってもらいました。私は買ってないや、買ってもらいました。からお家にあります。何年、1年ぐらい開いてないかも。ネギシチームホーさんの闇から抜けられなくて生活に支障、やばいじゃん。メンバーとカラオケに行ったことないです。カラオケで歌ったことはないです。カラオケ行こうってなったら嫌だって言う、嫌だって言うから私絶対に言うわ。あ、待って、カラオケ行ったことあるわ、ドラさんでカラオケ行ったことあるわ、あったわ。なんかあのめちゃめちゃ大人数だったらいいんですよ、聞いてるだけで済むから。でも2、3人とかでさカラオケ行こうってなったら嫌だって絶対言うもん。おばあちゃんとカラオケって何歌うの？ AKB の曲しか私歌わないんだよ。でも本当にコロナが流行る前だからマジで全然カラオケ本当に行ってなくて、そう今行ったらでも AKB の曲はもちろん歌うけど乃木坂さんも歌うんじゃないかなって感じ。感じ。そう、友達とカラオケ行くの嫌だ。だそう、私も苦手です。なんかカラオケって恥ずかしくないですか？なんか恥ずかしくない？カラオケなんかステージってさ歌う方が恥ずかしいじゃんって誰かもだけど、なんかカラオケの方がなんか恥ずかしくなっちゃうんだよね。そう、私カラオケ一人で行ったことなくてまだ挑戦はしてみたいけど、なんかさすごいボックスみたいなあるんじゃないですか、もう一人用みたいな、ああいうとこ行ってみたいんだよねってずっと 2,3 年前から思ってる。さっきユーリーに支えても嫌、あ、嫌だって言う、てかその二人だったらむしろ嫌だって言えるから嫌だって言う。そう、それから一回と言うようでだって行ってみたいけどな。お酒飲んだ後にカラオケ行くと楽しい、あ、楽しそう、なんかわかんないけどテンション上がってそう。
一人まるまるはほぼいけないです私。こんばんは。じゃあ21時になったら終わりますね。一人映画はいけそうだな。酔って配信してるとこみたいだ。いや絶対にそれは配信しないと思うんだけど。ダメだと思うよそれ多分ダメだね。一人行動気楽で好きだって、うん、そう思えたらいいよねっていう。私はそう思えないから、なんか喋らなくてもいいから隣に誰かいてほしいと思っちゃう。いやでも隣に誰かいるなら喋るよってなるじゃん。まあそうなんだけどまあそうなんだけど、うん、そうなのに人見知り。そう私って大変な人ですね。距離感、もうあれだよ、終演後のテンションですよ多分。ダンスの練習は一人がいいのだって。振り起こしとかは絶対に一人でやるけど、もう振りも入って位置も入ってる状態で普通に練習をしようってなったら誰かと合わせた方が確認にもなるし、そっちの方がいいって思う。ね、2人でハート作ってるのさあ、普通に17ライブさんでは映ってなかったじゃん。だからなんかすごいモデルプレスさんになってて嬉しかったです、うん、振り起こしは振りを覚えることです。肩に手を置かれてる写真だって、全体写真のやつ、違えた、チームの集合写真みたいなやつ。私が、でも私の一番のお気に入りは私のツイッターに載ってるやつが一番好き。峯岸さんの卒コンで私が出たのは
あれですね、全待って、ラブ修行と重力シンパシーと法定速度は全員曲なので、まあ、後ろの端っこに、まあ、ほぼ映ってないけど、まあ、出ました、出てはいます。でその次はあとは伝説の魚とポニーテールとシュシュとヘビーローテーションは全員曲なのであんま映ってないって感じで、違う、伝説の魚とポニーテールとシュシュは多分1回ぐらい映ってると思いますって感じ。まあその2曲ですね、私が多分映ってるのは。それが映ってないんじゃないかな。あと何かあったっけ。あとなんか全員出てるなって曲は多分私もいます。一番最初に一覧で映ったのは伝説の魚じゃなくて、え、私映った、アイドルは半目にならないのなぜだって、半目になってるやつ誰も載せないからでしょ多分多分そうだよ絶対。半目だって、待って、充電してなかった、これ法定速度で私映ったの見切れてた。うん、自信になった。ハメでも可愛いよ。それはないわ。それは違うと思う。ドボンがゴールデンベッドタイムになったことで、私は21時を知りました。よし、終わります。ちょっと。やらなきゃ、やらなきゃね、やらなきゃ、やらなきゃ。やらなきゃって思った時にやりたくなくなってくる。うーん、あ、そうだ、今ちょっと通知来たから思い出した。思い出したんだけど、あやなさんと話しました、私たまたますれ違って、たまたますれ違って、たまたますれ違ってっていう言い方ね。法定速度で映ってるの意外だな、でも私。全部ビビる、ごめんね。ごめんね、本当に。いや、ごめんね。行ったとかじゃなくて、すれ違った時に、まあ、挨拶するじゃん。で、その挨拶すると同時に私がちょっと話しかけちゃった。気がする。私の記憶上は。そうでね、そこで写真、後で写真撮りたいですって言って撮ろうってなったんだけど撮れなかったです。そう、なんかその終わった後にみんなすごい集まってっていうか、まあ、集合写真とか撮ってた時に撮った時に、まあ、あやなさんもそこにいらっしゃって、
で、まあいろいろね、集合誌ドラさんで撮ったりチーム4で撮ったりとかねやってたら、なんか私結構最後のドラさんが結構もうそこの場所から帰るのが最後の方になってて、あ待ってみんないないと思って、でそれから一生会えませんでした、その日あやまんさんに嘘でしょって思って、すれ違う人遅い、いや意外とすれ違わないのよこれが。まあ開演中はまあ行き来してるからみんな多分大体すれ違ってるけど、やっぱり楽屋が違ったりとかすると楽屋から出るタイミングがちょうど合わないとすれ違いはしないから、うんそうだからね、意外とね合わないのよ。そうだから普通にそのエンジンの時とかしか合わないな、ほぼって感じ。迷子になってたの、え、それ何どういうこと、単独婚の話ね、私。明日撮ってみて、明日いつ会うの、明日会わなくない、え明日とはすれ違い、すれ違い率の高い人だって、え、それは分かんないな楽屋が同じだったらすれ違い率は高い。誰と一緒だったの、私は2日間クララと一緒で、なんか楽屋が分かれてたよ普通に。で、あの卒コンの時はポジションでこの曲のこのポジションの上下で分かれるとかで、で、単独の時はチームで分かれてたので、だから両方クララと一緒でした。クララの制服が邪魔をする、めっちゃ良かったって嬉しい、なんかクララめっちゃ練習してた、もう見るたび見るたびそればっか踊ってたの、本当にめっちゃ嬉しい、なんかそうやって言ってくれてそう、そればっかりやってた。Tシャツチョーパーなんだっけ、わかる、え、わかる、あれいいよねめっちゃ目がいい、だって嬉しい自分のことのように喜んでる、嬉しい。何人部屋、わかんない、何人だったんだろう、うん、そうだからTシャツねインしてたんだけど、踊ってたらね出てきちゃったんですよねなんか私 T シャツインしないとショーパンが見えなくて、これはインしなきゃと思ってインしてたんですけど、結局最後出てきました。あ、そうで終わります、やっぱ本当に1時間、ちょうど1時間ぐらいかしらかしら、そうあやなさんの話をしたくてちょっと延長しただけなので、はい、それ以外の話はちょっと受け付けないということで、はいはいうん、梅干し？うん、梅干し？食べてないよ梅干し今日みんなさ、終わる直前のコメントがさみんな面白いからさ、終わりたくなくなっちゃうんだよねいつも
写真撮ってなかった、撮りましたよ。ストーリーに載っけてくれました。ツーショット、もう私はスリーショットをストーリーじゃなくてフリートだ、ツイッターのフリートに載せたんですけど、そのお二人はその私それぞれが私とのツーショットをインスタのストーリーに載せてくれました。そうスクショしました、両方とも。インスタやらないんですよ。やりたいんだけど、インスタのいいところはやっぱり DM が、まあ、いいところ、私はいいところだと思ってて、 DM があるところがいいなと思ってるし、なんか質問募集みたいなやつもあるじゃん、あれもいいなとは思うんですよ。でもただ肝心の投稿の部分が絶対に無理だなっていうのは思うので、それはちょっとそれだけ、それがちょっとなって感じ。エルメ知ってるよ、もちろんですよ。ちょうど鉄道の時期じゃなかった、そんなことない。うん、そう、あー、じゃファンの時握手会行って、まあでも正確なことを言うと、まあ、愛には言ってたけど、あのね、難しいな。握手会はね、一回しか行ったことないんだよね。握手会というか、名刺は確かにだったんだけど。変におしゃれにしようとか考えなくて、でもだとしたらツイッターと変わらんやんってなっちゃって、ツイッターと何を変えたらいいのか分かんなくならない。そう、まあそう、まあどちらかというと舞台の方が行ってたな。舞台行ってなんかイベント、ちょっとしたイベントとかも行っててとかね、 そこでたくさん会ってましたね。変化欲しいよね、そうなのよね。もっとアイドルオタや、まあアイドルオタというより AKB ファンでしたね。知らなかった、逆に AKB ファンです。ガチの公演も行ってたし、握手会見てたし、カフェイベントも行ってたし、結構ガチなファンでしたよ。あんまり最近は話さないからわかんない、知らない人も多いのか。インスタは乗り、ツイッターは気分。お手紙書きました、ありがとう。30日受け取ります、受け取ります、ちゃんとルームフォローしました、ありがとうございます。はい、もう本当に終わろう、本当に終わる、本当に練習しよう。私は本当に全く全くもうにじみ出てる。確かにそうなんだよね、インスタやった方がね、してくれる人が増えるって考えると、それはそうなんだけどね。で今ってさ、インスタの方がやってる人多いもんね、多分。ま、考えます。萌えさんのことは萌えさんって呼んでる。
みんなと同じように夜応募しちゃった。あら、じゃあ当たるといいね。応募したからには当てないと。よし、13位ウルクルクセンブルクさん、12位ノリックさん、11位ガーリックジュニアさん、10位ヤマトさん、9位きなこ、8位ヒロさん、7位ドラゴン Z、 6位まさきさん、5位台湾中心さん、4位ヒロチュンさん、3位千葉メガさん、2位藤井村何でしたっけ、この前もこれ読めなかったぞ。藤井村俊之さんか。1位にこしたさんです、ありがとうございました。ギフト見ます。マッシュルームチさん、まさきさん、オノピーさん、エーヌさん、ヤンちゃんさん、まさきさん、ドラゴン Z 台湾中心さん、オノピーさん、ニコシタさん、クマー、ミッチーさん、 ISZ2271 さん、翼欲しいさん、ヒロチュンさん、千葉メガさん、オノピーさん、きなこ、ヒロさん、シンさん、藤村俊之さん、そのままきよさんです、ありがとうございました。よし、ではまた明日、おやすみなさい、バイバーイ。